2月の終わり頃だったので、今回の写真集の中でもその時期にちょうど行われてたあのランタンフェスティバルっていうところで撮影もさせていただいて、私自身ランタンフェスティバルに行くっていうこともランタンを間近で見るっていうことも初めてだったので、この時期に沖縄に行けたことがとても嬉しかったなと思います。何かその沖縄には思い出とか思い出とか今回その選んだ理由みたいなのってあったんですか？やっぱり写真集ってなった時に海が綺麗なところで撮影がしたいなっていう気持ちがあったりとか、そういうイメージが強かったので沖縄がいいなって思ってたら沖縄で撮影できるっていうことを聞いたので、あの本当にプライベートでは行ったことがなかったのでとても嬉しかったです。一冊全部自分の顔が載っているっていうのことにまずすごくびっくりしたんですけど、こうハロープロジェクトに入って約11年で、こう今まで写真集を出さなかったので、ファンの皆さんにも感謝の気持ちを込めて今回撮影しようと決めたので、その気持ちが伝わればいいなと思いながら撮影しましたし、なんか自分自身も最後の思い出にもなったなと思って撮影してよかったなと感じました。先ほど選んだお気に入りのカット、その、はい、この選定理由というのは？そうですね、まず普段結構アイドルメイクをしていることが多いので、こういうナチュラルなメイクをしているっていうのもすごく珍しいなって感じましたし、本当にパーカーを着てて朝っぽい寝起きっぽい感じがこう出ているのもすごく自然で素敵なのかなと思って選びました。そうですね、もう卒業がもう近づいていて、実感はだいぶ前から湧いているんですけど、今はとにかく卒業公演を成功させたいっていう気持ちが強いですし、自分の卒業公演ではあるんですが椿ファクトリーとしては4度目の単独の武道館公演にもなるので、次につながるようなライブをお届けできたらいいなっていう気持ちと、今回椿のファンの方だけではなく、もう椿をまだあまり知らないよって方とかが来るっていうことも多いのかなと思うので、そんな方にこうグループの魅力を伝えられるようなパフォーマンスをしたいなと思っております。武道館に向けてはもう今準備バッチリな感じですか？そうですね、私は気持ち的にはもう準備バッチシで、なんか今回セットリストもかなり関わらせていただきまして、自分がやりたいことをかなり叶えていただけたセットリストになっているので、自分自身もこうパフォーマンスをするのが楽しみですし、今回は初めての12人体制での新メンバー3人を加えた、ラストステージにもなるので、そう12人体制のなんか素敵なところも知っていただけたらなっていうのも思いつつ、今回 OG メンバー4人も武道館に駆けつけてくれるということなので、今までの全ての歴史が詰まった公演になるのかなと思うととてもワクワクしているので頑張りたいなと思ってます。多分泣きますよ。でもあんまりステージ上ではこう泣いたことはないんですけど、こう日々どんどん卒業日に近づくにつれて椿ファクトリーの動画を見る時間も増えたんですよ。で寝る前とか移動中とかもたくさんライブ映像とか見るようになったんですけど、やっぱりグループ大好きだなとかそういう気持ちに最近すごくなってるので、本番は泣きたくはないけどもしかしたら泣いちゃうシーンもあるのかなとか思ってます。ちょっとブログの方拝見させていただいて、先日チケットがまだありますというふうにおっしゃっていて、はい、この同じブログの中で新メンバーのフレッシュさ、楽曲の幅広さ、会場の一体感などお話しされてて、
とても素敵なありがとうございます。いただいたんですけど、その後チケットどうですか？そうですね、まだ具体的にこう何枚こう売れましたとかそういう話はまだ聞けてないんですけれども、私がブログで発信したことによってすごくファンの皆さんも一丸となって一緒にこう椿のいいところなどを SNS で発信してくれたりしていて、こうチケットを買ったよっていう声も耳にしてきたので、本当に愛されてるなっていうのも感じましたし、椿ファクトリーのアルバム曲でパワーフラワー今こそ一丸となれっていう楽曲があるんですけど、本当にその歌詞の通り今こそ一丸となって6月10日のステージを成功させたいなっていう気持ちがより強くなりました。メンバーの谷本亜美ちゃんとはYouTube の動画にも上がってるんですけど、一緒に写真集の鑑賞会をやりまして、私もその時初めて出来上がった写真集を見たんですよ。私がここまでいろんな表情を見せてくれたりするのはすごく珍しいねとか、すごく可愛かったよとか素敵だよっていうのをたくさん、亜美ちゃん普段言ってこないのにこう言ってくれたことがすごく嬉しかったですし、新メンバーの2人が本当に個人的に買ってくれたりしてくれて、そういうのもすごく嬉しかったので、まだメンバー全員見たっていうわけじゃないんですけど、メンバーに見てもらえるように今度現場に持っていこうかなって思ってます。銀河さんも11月からこう半年間リーダーとして務めてございましたけども、リーダーとしてこんなことができたなということと、逆にこんなことがリーダー大変だったなということがあったら教えてください。そうですね、今まではずっと山岸莉子ちゃんがリーダーをこう頑張って支えてきてくれてたので、私にとってもこうリーダーって言ったら莉子ちゃんっていうのが今でもこう焼き付いているというか染み付いているので、自分はみんなにとっていいリーダーになれてるかなとかすごい考えちゃう時もあったんですけど、すごく木曽ちゃんがリーダーでよかったよって最近言ってくれるメンバーとかも多いので、そんなことないって言ったらあれですけど、本当にみんながいるおかげで、みんなに支えられてるおかげで私はこうやって活動もできてるし、リーダーもできてるのかなって思うので、本当にみんなにありがとうっていう気持ちでいっぱいです。アミちゃんはすごく優しいんですけど、優しさの中に強さもあったり、一緒に初期メンバーとしてずっと活動してきたので、アミちゃんならきっと大丈夫だなって思いますし、アミちゃんらしいこう優しい穏やかなグループを作っていってくれるのかなと思うと、私もワクワクしているので頑張ってほしいなって思っています。最後に思ってるんですけど、昔から大好きな憧れの先輩である石田さんの卒業を発表されて、はい、その時のブログにも書いてましたけど、改めての気持ちとか、あと、好きな人が卒業するっていうので自分の推しの気持ちとかがもし分かったみたいなことがあったんですか？はい、本当に寂しいっていうのが率直な感想なんですけど、石田さんがすごく卒業に対する思いとかをブログで書いてるのを見た時に、前向きで明るくて石田さんってかっこいいなって改めてその文章とか動画を見て私は思ったので、悲しんでる場合じゃないなって思ったし、私は本当に石田ゆみさんに出会ったからこそ椿ファクトリーに入ってこう11年活動することができたので、その感謝の気持ちを込めて私もラストまで頑張りたいですし、卒業後になってはしまうんですけれども、私も石田さんの卒業まで全力で一ファンとして応援していけたらいいなと思っています。ありがとうございます。